今回は1種目で弱い筋肉全部使うことができます。長い時間歩いても変わらない。実は歩く時も姿勢を正して歩くことができれば、もちろんカロリー消費や筋力アップもできます。ですが筋力が弱い人が歩いても体幹を使わずに歩いてしまう。気になる部位のメニューを行っても筋肉のバランスが悪いと、どうしてもフォームがうまくできてなくて効率的にメニューが行えてない、そういう原因があります。今回1種目でバランス取るだけで、ウォーキング50分相当をたったの2分で行うことができます。痩せるために改善していく部位は、ストレートネック、猫背や反り腰、腹筋と腰のバランス、お尻の弱ってる中殿筋と小殿筋、太ももの裏側、足の指の力、これが全て1種目で行えます。多分この種目しかありません。一緒にやってみましょう。やり方が分かれば、スマホは目の前に置いて行ってください。いきなりやってしまうと膝を痛めたり足つる場合があるので、まずは軽く屈伸運動をしましょう。スタート。しゃがむ、2回バウンド。この時にね、膝が少しミキミキっていう人はあまりしゃがんでない人なので、しっかり屈伸運動をね、お風呂上がりなどに行ってください。OK。 次は腰を丸めて戻りましょう。これをいきましょう。スタート。この後にね、腹筋と腰を同時に使いますので、腰痛めるといけないので、まず腰をね、丸くして伸ばしておきましょう。ゆっくりです。それでは今回のメインメニュー、ペガサスをやっていきます。片方膝曲げます。手を後ろに伸ばして、胸を伸ばして背中を縮めます。これで上を向いて前かがみです。前の膝を少し曲げます。これで膝をグッグッとバランス崩したら足ついてください。はじめに言った部位全部使います。いきましょう。あとこういう感じ、上向いて手を高く上げてバランスをとって、腹筋使いながら腰丸めます。どうですか？うわ、効く。もう俺やべえ、効く。これ効く、ももら効く。よっしゃ、反対いきましょう。いきます。スタート。バランス取って、どうですか？息吐きながら胸しっかり張って、きつかったらね、休んでください。オッケー。よっしゃ、ちょっと腰をね、一回回して、もう一回ずつやったら終わり。全身効く。じゃあ行きましょう。スタート。これ1種目でね、いいですから毎日これやってみて。これほんと全部使えてる。うわ、汗が出てくる。オッケー。よっしゃ、あと1回やったら終わり。背中も腰も全部効く、これ。じゃあ行きましょう、ラスト。
とう。バランスとって、もう少し、うわうわ、効いた、あっちこっち効いた。ちょっと難しいメニューでしたけども、もちろんできなくてもね、やるだけで筋肉って使われてるんで、できなかったからもうやめとこうじゃなくてですね、弱い部位全部使ってるんで、1日1回やるだけで代謝は保たれて、姿勢が悪くならないように保つことができます。頑張って続けてください。やってみた人はコメントください。